こんにちは、案内役のアミカです。今回はなかなか進まない、マゲジ、魔の現状について、詳しく見ていきます。野党議員も、ほぼ探しみたいな討論をするより、もっといい代替案を提示してくれたらいいのに。反対するだけでは、信用なくします。マゲジまでは、アメリカ空母の離着陸訓練も行いますが、話題の F-35C ステルス戦闘機も訓練するんでしょうね。F-35B ステルス戦闘機とで最新鋭が、馬毛島に、空母や護衛艦の係留もできるので、万能基地ですね。政府と防衛庁が自衛隊基地の建設計画を進めている馬毛島、馬については、2019年11月に地権者であったタストンエアポート社、旧馬毛島開発との間において、約160億円の売買契約を交わすことで、譲渡に合意していた。このことについて、2022年2月14日付の西日本新聞電子版では、共産党議員が、衆院予算委員会において、160億円の中に、地権者による、島の造成費用を上乗せしていたことを示す文書が明らかにしたことを受け、買収当時の政府と、地権者側の交渉担当者から、造成費の上乗せを認める証言を得たとして、日本政府が、アメリカの当時のトランプ政権の圧力に屈した疑いが強いと報じている。馬毛島はかつて2007年に、アメリカ海軍の空母艦載機の FCLP、陸上空母離着陸訓練で使用していた硫黄島に代わる訓練場として、その名が挙がったが、当時の種子島、屋久島の一市三町の反対によって、話が流れた。2009年には、沖縄本島の普天間飛行場の移設候補地としても検討され、その際に、地権者であるタストンエアポート社、当時は馬毛島開発が、先を見越して、4000M級の滑走路の造成を進めていたとされている。2010年には、防衛省が、馬毛島、馬を、南西諸島防衛のための、水陸作戦訓練用演習場と物資の事前集積拠点、災害派遣時の物資集積場も兼ねるとしての使用を公表した。そして、2011年5月に、当時の北沢防衛省が、馬毛島、馬に、アメリカ海軍空母艦載機の FCLP 訓練用の施設候補として検討していることを明かして、馬毛島開発から、社名を変更したタストンエアポート社との買収交渉を開始したのであるが、同時に、馬毛島開発が独自に建設していた、滑走路などの造成において、届け出以上の伐採、整地、盛り土が行われているとされ問題視されていた。その後、タストンエアポート社側の様々問題によって、買収交渉が難航していたのであるが、2019年に、11月に、売買契約が合意されたと発表され、馬毛島基地整備による、島の生態系などへの影響を調査する環境影響評価、アセスを開始していたところ、近年、中国による、東シナ海への軍事的圧力が高まったことなどから、馬毛島への基地建設が急がれることになり、防衛省が、燃料貯蔵施設や管制塔建設などの基地本体工事の入札を公告して、発注を始めている。西日本新聞社が、馬の背の根拠としているのは、2022年12月8日の衆議院予算委員会において、共産党の田村貴昭議員が示した2019年12月6日日付の政府側文書とされているものであるが、それによると、数量470,472.26平方メートル、価格45,825,5656円、と書かれているうちの価格の内訳とみられる。購入費103,642,9722円、敷地造成費35,582,5934円、との記載があるとされている。この45億円の価格は、馬毛島、馬に対して、政府が不動産鑑定などによって算出した適正価格と思われるが、当時の久米島開発者側は400億円での売買を主張していて、
大きな開きがあったのである。共産党議員は、その適正価格を大きく上回る160億円で契約が妥結したのは、馬毛島開発者が行った造成費を上乗せしたのではないかと指摘したのであるが、岸忍外相は、資料の出所が不明であるため、答弁を控えるとした上で、160億円を算出した根拠についても、利害関係者間における調整の問題があるので、答弁を控えるとして明らかにはしなかった。これらのことを受けて、西日本新聞では、2021年5月に、当時の官邸幹部に取材を実施し、政府の評価価格に、タストンエアポート社の造成費用を整地料として上乗せしたと、証言したとして、日米同盟維持との観点において、買収を急ぐ必要があり、菅首相の指示で、金額が決まったと語ったと報じ、さらに、タストンエアポート社の交渉担当者にも、取材を行い、整地料として増額してもらったとの説明を官邸側から聞いたとの裏付けを得たとして、地元の意向や法を軽視して安全保障優先とする政府の姿勢を批判しているのである。しかしながら、この西日本新聞の記事には、そのまま受け入れられない曖昧な部分が多い。まず一つとして、2021年に直接取材したとされている首相官邸幹部が、誰であるのかが明確でないことが挙げられ、ゴシップ週刊誌の記事によく出てくる関係者と同様に架空人物でないかとの疑いは否定できず、タストンエアポート社の交渉担当者とされる人物もまた同様に実在しているのかは不明である。そもそも西日本新聞社は北海道新聞及び中日新聞社系の東京新聞と提携をしている福岡県福岡市を拠点とする地方紙で、首相官邸幹部の内情を取材できるようなパイプを持つとは考えにくい。また、提携している東京新聞は、正しいのは日付と天気だけ、と言われるような評価を受けるほど、記事の正確性を欠く極左メディアであり、やはり、首相官邸へのパイプを持つはずがなく、どこから発信されたものかはわからないが、捏造の匂いが漂っている。共産党議員が示した、馬毛島買収に関する政府文書とされるものの内容は、地権者のタストンエアポート社が、2018年6月に、債権者によって、破産手続きの申し立てをされたことを受け、競売になった場合の適正価格として、政府が精査した価格であり、通常の売買契約に適用される価格ではない。その後、破産手続き申し立てが取り下げられたことで、政府とタストンエアポート社の間で、改めて売買交渉が進められ、交渉の当初に同社が主張していた400億円の価格が160億円にまで下げられたのであるから、そこに問題があるとは考えられない。2022年2月12日に、岸防衛省が鹿児島県庁を訪問して、塩田康一鹿児島県知事と面談し、アセスの結果を公表して、周辺の住民に判断材料を提供してほしいとする知事に対し、中国の動きによって安全保障の環境は大きく悪化しており、防衛においては一刻の猶予もないとして、近年の日本周辺における中国軍の軍事活動についての資料を手渡して、馬毛島の基地建設を急ぐことへの理解を求めたとされている。この岸防衛省訪問に際し、鹿児島県庁前で横断幕を掲げて基地建設反対を唱える市民団体が45名いたと報道されているが、その横断幕に書かれている団体名は、鹿児島県護憲平和フォーラム、九州ブロック労働組合連絡会議、愛女性会議などとされ、いずれにしても、馬毛島に関わる種子島一二町の住民とは無縁の団体である。当事者である、一市二町においては、二町、中種町、南種町は、すでに、町長、
町議会などが基地建設を推進する要望書を出していたが、馬毛地、真央行政域に含む西之表市においても、先日、左派系で頑強に反対していた初坂市長が、地元の基地建設推進要望に従わざるを得なくなり、防衛省で岸防衛大臣に面会して、西之表市に対する特段の配慮を求める要望書を提出した。このことで、今後、馬毛地、真野自衛隊基地建設は加速していくと見られている。